タミヤ14分の1電動ラジコンカー組み立て、メルセデス・ベンツ・アクトロスのフロペの、製作第10回目のご紹介です。説明書の丸16番のこのギアボックスの取り付けと、17番のダンパーの取り付けが今日の、組み立ての要所です。で、こちらの方で駆動系の足、ギアボックスの組み付けが終わりになりますので、特に重要なところですので、こちらの、16番の、リアクスからいきますけれども、前回作ったギアボックスを2つあるんですけれども、このギアボックスが片方こっちのジョイントが出るのと、これ見にくいんですけど、タミヤの説明書が両方ジョイントが付いているのと、向きを間違えないようにしてください。で、これだと非常にドライブシャフトを入れるときに向きとか分かりやすいんで、ここはちょっと慎重に、向きを必ず確かめてやってください。具体的にはこのようになります。上から見てドライブシャフトがまっすぐじゃありません。少し斜めの状態になります。この辺が説明書には書いてませんから非常に分かりづらいです。で、ギアボックスが、このように見て、ですね、こちらとこちらのギアのボックスをこのシャフトでつなぐんですけれども、この結局組み立てた後でこれが少し斜めになるのがポイントと、あとこちら側がネジの頭がきます。で、こちらがネジの頭がきます。この向きを間違えないようにしてください。最終的には、全部作っておしまいだと、後で気がつくと大変、また全部組み直しになりますから、ここまでできたらこういうシャフトのホイールを受けるものを、用意して仮にここにつけます。なぜこれをつけるかっていうと、ギアボックスが間違えてないか必ず確認をしてください。これは説明書には一切書いてませんので、独自に組み立てる時に確認しました。ここのところをやって、シャフトがこっちからモーターから力が入りますから、これを回してこれが同じ向きになるように必ず確認してください。こうするとこれはこっち側に来ます。これもこっち側に来ます。これもこっち側に来ます。これもこっち側に行きます。この向きだけは必ず確認してください。そうしないとこの状態で、作ったつもりでもまた全部バラし直しになりますので、これは確認は必ず必要にです。タミヤの説明書が汎用で書いてギアボックスがあるものですから、向きが反対にもつけられますので、たまにこれをまっすぐな状態でつけると、それは必ず向きは間違えてますので、必ず状態で回して確認をします。4個これは必ずしといてください。あとはそれでバンパーの取り付けをします。
段付きネジになってますんで、全部締めても軽く動くようになってますんで、必ずナイロンのナットが全部あのネジがあのかかるようにしてください。こちらでダンパー17の取り付けまでが、完了しました。このようになってますので、さっき言ったようにこれの、少し斜めになって、これとこれの長さも違いますから、必ずこのようにつけます。で、必ずこれが軽く動いてシャフトが同じ向きになるっていうのがポイントですので、これで後ろのギアボックス部分は完成してます。あとはあのこれで10回目は終わりになりますけれども、11回目からはこの車のシリーズの一番の売りのギアボックスの組み立てになります。これはギアミッションの組み立て、常時あの噛み合わせのミッションで、タミヤでないともう作れないような技術力の高い、非常に素晴らしい工業製品の一つになってますので、これは、外国製のところが、作ろうと思ってもあの真似ができなかったっていう、素晴らしい機構なもんですから、この絵の通りに落ち着いて向きを間違えないでやれば、あのチェンジができるあのギアボックスがどなたでもできます。こういうふうに普通のエンジンの形のカバーをして、作りますけれども、これを組み立てをいたします。これはこの車だけのものですんで、独自の、 あの機構なもんですから、なかなか見る機会がありませんので、ぜひお楽しみにしてください。